柿谷選手大好きカッキーです。本日はですね、セルヒオラモスがついにパリサンジェルマンへの移籍が決定したということで、そちらに関する記事を紹介させていただきます。記事は、トースポさんになるんですけれども、見出しの方がパリサンジェルマンがセルヒオラモスの獲得を発表、年俸15億円の2年契約となっております。フランス一部パリサンジェルマンは8日、元スペイン代表ディフェンダーセルヒオラモス35歳を獲得したと公式ホームページで発表した。推定年俸は、1200万ユーロ、日本円で約15億6000万円ですね。契約期間は2年で、背番号は4に決まったと。同国紙のね、レキップなど各メディアによると、さっきまでスペイン一部レアルマドリードと契約満了により対談したセルヒオラモスには、イングランドプレミアリーグのマンチェスターユナイテッドなども獲得への興味を示していたが、パリサンジェルマン入りを、決断したと。すでにメディカルチェックも済ませたという。セルヒオラモスはレアルマドリードやスペイン代表でキャプテンを務めていたように、強いリーダーシップを発揮できる貴重な存在、プレー面でも圧倒的なフィジカルを生かした1対1の強さを誇ると。またこれまでクラブや代表で数々のタイトルダッシュに貢献しているように、大舞台にも強く、パリサンジェルマンにとっても頼もしい助っ人となる。またパリサンジェルマンはすでにイタリア一部インテルからトルコ代表ディフェンダーアフラク・ハキミ22歳を獲得し、同一部 AC ミラノのイタリア代表ゴールキーパージャンルイジ・ドンナルンマ22歳の加入も、内定済み。実力者セルヒオ・ラモスの加入でチーム力アップを実現し、今季の欧州チャンピオンズリーグ制覇に挑むとなっております。これね、もう正式に公式ホームページということなので決まりました。でこうやってね見ると、やっぱり後ろのディフェンダーのメンバーがすごいですよね。まあハキミとドンナルンマ獲得ということで、かなり守備力の方がねパリサンジェルマン強化されているのかなと。まあ今まで、あとね、最近まあなんていうんですか、あのチアゴシューバーとかですかね、あの辺りが抜けてから、まあチームのねキャプテンというか、まあそういった兄貴分的存在というね、人物がパリサンジェルマンには不足していたのかなっていうところもねちょっとあったので、そういった面でも、まあキャプテンシーとかね、そういった意味でセルヒオラモスの存在加入は大きいのかなと思います。で何よりね、レアルマドリードでねチャンピオンズリーグ3連覇っていう実績もありますし、まあここ一番って時強いですよね。まあ3連覇した最後のしちゃったかな、リバプールとのね決勝の時に、まあサラーをねちょっと退場に追い込んだというか、負傷退場に、ああいったねちょっとダーティーな部分とかもありますし、まあパリに欠けてる部分というか、なんというか、まあなんていうんですかね、いざという時に非常になりきれるっていう、そういうメンタルだとか、そういったところはまあプラスになってくる。プラスっていうかね、こういったところプラスって言っちゃおかしいんですけども、ただそういう勝負に徹するっていうね、勝者のメンタリティとか、そういったところは非常にプラスになるのかなと思います。またね、同じチームにね、まあムバッペどうなるかわからないですけれども、まあ出ていくのか、今すごいわからなくなりましたよね。レアル行きがかなり濃厚かと思いきや、あの会長がねもう残留するって、明言したりとか、そういったのもあるんで、そのあたりの共演もねちょっと楽しみですし、まああとネイマールですかね。ネイマールはまあほぼ残留っていうか、まあ残るでしょうけど、まあ今までねバルセロナというチームにあのネイマールいて、そこで対戦したね経歴とかもあるんで、そのあたりとのね組み合わせも面白いですし、まあ後ろの方だと、まあやっぱりね加入してくるハキミだとか、そのあたりとの絡みも、まああとキンペンベとかね、あのあたりも楽しみですしね、今後どうなっていくかね。まああと元レアルっていうとディマリアかとかもねいるので、そのあたりのコミュニケーションも円滑にいくのではないかなとは思います。他にもね移籍情報結構出てるんですけれども、どれ選んでいいかちょっとね目移りしてるような状態だったんですけれども、まあ、セルヒオ・ラモスっていうねやっぱビッグネームはしっかりねあの動画にしたいなと思ったので紹介させていただきました。まだね移籍市場開いてるので、引き続きねまた面白いちょっと移籍情報とか飛び込んできたりしましたら、こちらの方で紹介させていただきますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。